クロアチア独立国は、主に現在のクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナの領域に存在した国家。一般にドイツ及びイタリアの傀儡国家とみなされている。独立国家クロアチアと訳されることもある。ユーゴスラビア王国は1918年に、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国として建国された当初から、セルビア人とクロアチア人の不和という問題を抱え、 ベルサイユ体制に支えられたセルビア人の先制政治に対し、クロアチア人が大きな不満を抱いていた。これを重く見たセルビア人の王アレクサンダルは、1929年にクーデターを起こして独裁政権を樹立し、国語もユーゴスラビアと改めた。しかしその後1934年、アレクサンダルがマルセイユで暗殺されるという事態が起こったため、 1939年、ユーゴ政府は国内の一部をクロアチア自治州とすることで、セルビア人とクロアチア人との対立を何とか収束しようとした。この政策は国内の矛盾を拡大させただけで終わった。クロアチア民族主義者はこれに飽き足らず、北方で勢力を拡大していたヒトラー政権下のドイツとの関係を強化し、1941年に ドイツとイタリアによるユーゴスラビア侵攻が始まった直後の4月1日にザグレブで放棄。クロアチア独立国の建国宣言を発し、サボイア家からアオスタコアイモーネを象徴君主として迎えた。アイモーネはクロアチア建国の英雄トミスラブ王の名を冠し、トミスラブ2世として5月18日に形式上の国家元首である国王に即位した。 ただし、クロアチア王位はあくまで象徴的な意味合いだけで、決していかなる実際上の権力も持っていなかった。上に、トミスラブ2世は、クロアチア人によるテロを恐れ、自らの両国には足を踏み入れず、イタリアに泊まった。建国の先行となったのは、クロアチア民族主義団体、ウスタ社のアンテ・パベリッチであった。パベリッチは独立と同時に、ポグラブニクとなって、首相と外相を兼務した。 ボグラブニクという地位は国王が国内に不在であるクロアチアにとって事実上の国家元首であった。さらに彼はファシズムの先駆者であるヒトラーやムスソリーニを模範に単一政党による独裁政権を樹立した。他の政党はすべて非合法化され自身の親衛隊を創設。なおウス・他社は旧ユーゴスラビア王国から以下の領土を割れ取りした。 クロアチア独立国の領土を薄他社はかねてから計画していたと言われるこれらの地域のセルビア人を標的とした大量殺戮を開始し、一説に70から100万人近いセルビア人を強制収容所に収監して虐殺したと言われている。また、セルビア人だけでなく、ユダヤ人やジップシー、さらには同胞のクロアチア人の反対派までも大量に逮捕、収監した。 特に悪名高いアセノバッツ強制収容所はバルカンのアウシュビッツと呼ばれた。こうしたウスタ社の虐殺行動は同じく残虐行為を専門としたナチスドイツ親衛隊の保安警察、保安部要するアインザッツグルッペンすら眉を潜めるほどのものだったという。さらに1941年4月30日には国籍法が採択されすべてのヒアーリア系市民は 無国籍者とされた。同日、民族間の結婚を禁止する法律も採択された。6月4日には、クロアチアの社会、青年、スポーツ、文化組織、文学及び、報道、絵画、音楽、劇場、映画館に、ヒアーリア人が参加することが禁じられた。ユーゴスラビア王国の国土は、クロアチア独立国、ブルガリアルーマニアハンガリーの数軸国軍によって、 あっという間に占領された。ユーゴ国王や政府要人は、ロンドンに亡命して、セルビア人軍人を中心に、チェトニックを組織し、クロアチア独立国に対抗した。ながチェトニックは、クロアチア人を虐待するなど、旧来のユーゴ軍の矛盾を内包していたため、セルビア人以外からはあまり支持されなかった。代わって、ドイツへの抵抗運動を指揮したのは、 ユーゴスラビア共産主義者同盟の地頭を率いるパルチザンであった。1941年6月15日、クロアチア独立国は日独位三国軍事同盟に加わり、6月26日には反共同盟に入った。また、同年6月22日、独ソ戦の開戦とともにソ連に戦線を布告、東部戦線に2万の兵を送り込んでいる。さらに12月14日、 米英に戦線を布告。そして1942年9月、パベリッチはドイツを訪問し、アドルフ・ヒトラーの許可を得て、スラフ国アテルニクを解任し、政府の再編を行った。1943年10月12日、イタリアが降伏したために、形式上の国王とミスラブ2世は王位を放棄してしまい、ポグラブニクであるパベリッチが、名実ともに国家元首となった。 しかし、1945年にはドイツも降伏し、それに伴ってクロアチア独立国そのものが崩壊し、パベリッチはスペインへ亡命する。そして5月8日、クロアチアは独立を取り消され、その構成地域はすべてユーゴスラビアに戻された。領土屋は主にクロアチア社会主義共和国とボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国に分割された。 ナチスの傀来国家とは言っても、クロアチア独立国はその後、少なからぬ国家から承認を受けた。第二次世界大戦の終結以前には、ドイツやイタリア、日本をはじめとする数軸国を中心として、フィンランドなどのドイツの同盟国と満州国などの数軸国の傀来国、スペインやバーチカンなどの中立国、ドイツの占領下にあったデンマークをはじめ、一家の19カ国が承認をした。 なお、第二次世界大戦が勃発した1939年、当時の独立国の数は60カ国にも満たなかった。のついている国は数十国。日本との外交関係は、クロアチア独立国の独立直後の1941年6月7日に、その独立を日本が承認したことで始まった。同十五日、クロアチア独立国は、日独一三国同盟へ参加し、 続く26日には日独異防協協定にも加わり、日本とクロアチアの両国の間に強固な同盟関係が築かれた。しかし、クロアチアは同じく日本と同盟を結んでいたイタリアとダルマジアの領土問題を抱えていたため、日本はイタリアへの外交配慮を重視し、1943年9月8日にイタリアが連合国に無条件降伏して、 数軸国から離脱するまで、クロアチア国内に大使館も在外公館も設置しなかった。1943年12月15日、ベルリンに駐在していた日本の外交官三浦ワイチと橋爪三雄の両名が、クロアチアの首都ザグレブ市内のホテルを借りて、帝国代表部の事務所を開設。簡素ながらも、この事務所は日本が、 独立国としてのクロアチアに設置した最初の在外公館である。翌1944年の2月11日付で日本は在クロアチア帝国公使館を開館し代表部から公使館に昇格し三浦が同公使館の代理公使に就任した。1945年4月29日にザグレブ市内で昭和天皇の誕生日パーティーが開かれるなど 日本とクロアチアの間には友好関係が保たれていたが、その前日28日にはベニート・ムッソリーニが殺害の上、死体を晒し物にされ、天皇誕生日の翌日30日にはアドルフ・ヒトラーが自殺するなど、欧州における数字区国の劣勢は大いがたくなっていた。そのため、三浦代理公子らは翌五月五日までに重要書類を焼却した後、同日、 帝国公使館は閉鎖された。同様か、クロアチア独立国はパルチザンら連合国側の攻勢を支え切れず崩壊し、ユーゴスラビアに再併合されるに至る。これにより、日本とクロアチアの同盟関係も、また同時に解消された。ありがとうございます。